これ一番きついんじゃないの、サガットがフォークって。サガット側が一番きついです。やめろよ。何があったら負けんのこれ。うまい。いいよ、使っていいよ。距離が離れると思うから。はい、よしよし。あるよ、あるよ。するな。出ね。あっ。何をやってるの？ねえ。何をやったら負けるんですか？負けちゃった。これは。いやいや、ない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 。何勝ってもないよ。あっ、ねえ、負ける今の。負けるか。それでも、それでも負けるか。ケツに火ついちゃうからね。あれマジで？あ、違う、危ない危ない危ない。これ食らったら終わるやつじゃないですか。おい、ふざけ、ふざけなんすか。これはいくよ。あ、でもむずい、今の。怖え。お、なんだよ。ボンちゃん負けちゃう。どうやって負けですか。うろこ食らわなかったけど。負けちゃった。何やってんの。何をしたら負けるんですか。おっと、え、なんだなんだ。ああ、なるほど。おい、えぇ、整備券やったけど。不調ですな。整備券だけ、整備なんで。まずいな。おお、あれも頼むんだ。絶対使う。まずいぞ。負けるとこあんの。エボ、これエボ。フル決勝戦。フォークに負け？もうないよな。
だけ食らいたくなくてさ、ステップルコンはやってないと思う。組み合わせのはずだから本来本来積んでる組み合わせ、いや俺がサボりすぎてるよね。これは無理。今のは無理。あの2が打てれば負けるよ。そんな。うまい。いやこれはもう本当ホークスカイの人にすいませんって思いながら対戦しなきゃいけない組み合わせだからね。いやでも1回負けたらもう俺の負けみたいなもんだよこれ。